どうもマンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回ラジオ感覚で聞いていただければ幸いでございます。サルエ恩賜公園レジデンスモデルルーム見学をしてまいりました。モデルルーム見学後のファーストインプレッションとなります。よろしくお願いいたします。建設周辺レポートに関してはですね、後日アップ予定となっております。まずはモデルルーム見学後のファーストインプレッションというところで失礼等々を主にですねお伝えできればと思います。まず価格面ですが、もうネット等々でですね見学した方のですねツイートだったり等も出ておりますが、もうそのまんまでございまして、ざっくりなんですけども7500万円前後で平均的なお部屋が買えるっていうところでございます。坪単価で言うと350強ぐらいになりますでしょうか。低層階になってくると70平米弱だったり70平米ぐらいが7000万円前半っていうところではあるんですけども、上の方に行くにつれ当然上がってきて、中層階ぐらいで、まあ、7500ぐらいあればっていうところです。なのでご予算感の目安でいくと7000万円に届かない方にとってはちょっと難しいマンションっていうところになってきます。最低予算7000っていうところです。室内のスペックなんですけども、まあ、長谷工にしてはっていうと長谷工に対して失礼になっちゃうんですけど、いつもお伝えしているところであるんですけども、長谷工ってのはもう売り主さんがいいもの作ってって言えばいいもの作ってくれますし、もうとにかくコストカット、コストカット、価格優先であればとにかくチープに作るっていう、そこのメリハリがうまい施工会社さんですので、今回は売り主側がですねちゃんと作ってくださいのパターンなので、本当これ失礼な言い方になっちゃうんですけども、長谷工にしてはですねしっかりと頑張っております。もちろんそれは売り主の意見が入っているっていうところです。でどんなところかって言いますと、ドレッサーですね、まあ、ドレッサー3っていうオリジナル商品ですね採用しておりますけど、私あれ好きです。あの鏡が、まあ、三面鏡でないからコストカットっちゃコストカットなのかもしれないんですけども、一つの鏡の裏側にすぐ取り出せる収納ありますし、さらにはその鏡が手前に来てるので、何かこう化粧をするときとか、まあ、私は化粧はしないですけども、何かこう肌の手入れするときとかですね、非常にですね使いやすいです。前の方に行かなくていいっていうところ。なので私あのドレッサー3は個人的に好きなんですけども、多くのドレッサー3採用のマンションが引き出しソフトクローズにしてないんですよ。洗面だってやっぱ朝忙しい時とかに使うので、やっぱソフトクローズ欲しいなってなるんですけど、いつもこうついてない、なんだと思ったんです。今日はちゃんとついてました。なのでドレッサー3だから必ずソフトクローズがつくっていうものではなくて、むしろちゃんと売り主の意見が入ってるからソフトクローズがついているっていうところです。なのでそういう細かい部分もですねしっかりとしたものとなってます。で変えられない部分としてはディスポーザーしっかりとついております。これ非常に大きいですね。で可動式ルーバー面格子ついてますし、まあ、食洗機はもちろんついてきますし、あとはないもので言うとミストサウナですかね。これはまあ三井住所の物件だとついてること多いんですけど、まあ、JV が影響したのかわかんないですけども、今回ミストサウナはなかったです。ただトイレは手洗いカウンターでローシルエットです。ただトイレの収納はいつものなんか坪150万200万以下の長谷工物件で見るやつだっていう感じでした。トイレの収納はちょっと抑えてるものだなっていう印象です。でキッチン周りは非常に良かったですね。側面とリビング側なんとパネル貼ってくれてるんですよ。それが標準なんですよ。いやーあれ良かったですね。非常に質感高いです。でキッチン自体は天板はプレミアムを除くと人台にはなっちゃいます。まあ単価帯からするとまあなんか天然石系入れてくれたら嬉しかったのかなとは思うんですけどね。そこはまあただ人体でも今はもうなんかほんと近づかなきゃ分かんないぐらいの素敵なものなので、まあ、そんな気にする方いないかなとは思いますけど、まあ単価帯からすると天然石にするマンションも多いかなっていうところです。
具と洋室のウォールドアはちゃんと上までになってますし、各引き戸ですね、他の洋室とか含めて全てですね上吊りになってます。あの下にレールがないやつですね。長谷子物件だと結構未だに下レールあるので、下に溝があるやつですね。あれゴミ溜まって綿棒で取んなきゃいけなくて、私はあれもあんま好きじゃないとか、できるだけあれをなくしてほしいと思ってる派なんですが、まあ見た目もやっぱり下に溝ない方がいいですので、まあ、ただ残念ながら採用しちゃってる、下に溝があるのを採用しちゃってるマンションも多いですけども、今回はちゃんと上になってます。なので見た目もいいですし、掃除も楽です。あとはバルコニーに出るとですね、凛子境の隔て板がしっかりと通るタイプ、スラブとスラブのものになってますね。なので外から見た時もザ・分譲マンションって感じになりますし、隣とのですねプライバシー性も確保しやすいものとなっております。まあよっぽど目が肥えた方でなければですね、あ、まあ満足かなってなると思いますね。まあ、買い替えの方であったとしてもですね、よほどいいとこに住んでなければっていうところですね、しっかりとしたものだなっていうふうに感じました。なので長谷子っていうふうに感じていくと期待を超えてくると思います。まあ、単価帯からすれば当たり前っちゃ当たり前なんですけども、まあ、しっかりとしておりました。共用部なんですけども、まあ、シンプルではありますね。あのラウンジがラウンジを通らないで部屋に行くパターンになってくるので、まあ、そこをそのラウンジが要は静かにはなるので、通り道でないので、そこをまあプラスに取れるかってとこですけども、マンション内に入るとメインエントランスから入ろうがサブエントランスから入ろうが、もう結構すぐエレベーターホールです。まあ動線的には効率的なんですけども、なんかその吹き抜けのエントランスホールを歩いてみたいな、素敵なラウンジを通ってみたいな感じではないです。ただ今回これは外観デザインの部分にもつながるんですけども、東向きの塔のエレベーターホール大窓にしてくれてるんですよ。エレベーターホール独立で大窓ですね。しかもおそらくスカイツリー見えますね。なのでエレベーターを待ってる時だったりとか、エレベーター降りた時にですね、窓からスカイツリーが望めるかなと。もちろん階数とかにもよりますけども、あれは外から見た時にめちゃくちゃかっこいいですね。あれいいですね、あの背中側。今回住吉と錦糸町からの帰りはサブエントランス側を使う方が主かなと思うので、そうするとおのずと帰り道背中を見つめる感じになるんですけども、帰りはそのエレベーターホールも明かりを灯ってるでしょうから、いやあれかっこいいですよ。であそこから入って自分の階に行ってエレベーター降りました、スカイツリーがバーンって見える、部屋に入る前にスカイツリー見れるって結構それ幸せポイントですよね。いやあれいいですね。私本当エレベーターホール結構なんかうるさい人間で、エレベーターホール作り込んでくれてるマンションってすごく好きなんですよ、分譲マンションらしくて。今回そこ大きくですね個人的に惚れたポイントです。あのエレベーターホール素晴らしい、あの設計した方本当素晴らしい、めちゃくちゃかっこいいですよ。駐車場に関しては平置き機械式混合ですが、まあほぼほぼもう機械式っていうところです。プレミアムを買うとですね平置きが確実に取れる形となります。設置率はざっくり 30% ぐらいですね。なのでまあそんなに大抽選会にはならないんじゃないかなとは思いますが、まあ機械式多いところですっていうところなんですけども、管理は結構抑えめでした。この概要欄の方にですね平米単価と共有をしておきます。今の時代のマンションにしては、まあ、管理費抑えめだなっていうところ で駐車場の稼働率も低めに見てくれてるみたいなので、まあ多分おそらく埋まるんじゃないかなと思いますので、そうするとですね管理的にも余裕ができるのでいいかなと思います。まあ、もちろん平置きであればそういう越したことはなかったですけども、出ない方も多いかなとは思います。あの立地なので。あとカーシェアもですね入れてくれます。でシェアサイクル入れてくれて、クックパッドマートもですね入れてくれます。で住戸構成としては東向きと南向きっていうところで、まあ物件名にサレオンシーは入ってるんですけども、ルーバルの住戸を除くとですね、
自分の部屋だったりバルコニーからですね公園を望むっていうことはできないです。まあ、今回ヒューレット・パッカードの土地の一部をですね買ってのマンションっていう形になって、まだヒューレット・パッカードは残ってます。まあ厳密に言えばもう他に売ってそこを借りてるっていう形ですかね。ただ建物は新しいので、まあ、しばらくは残るんじゃないかなと。で南方向にはリクシルがあるんですけども、そのリクシルが、まあ、先日ニュース出てましたけども売却の、まあ、方向性を示してきましたよね。売却するんじゃないかっていうところで、まあ、話が進んでいるので、まああれもすごい立派なすごい建物ですけども、もしかしたら建て替えて何かになるかなと。まあ兼用施設になるってのはないかしれないですけども、まあ例えばですけどもタワーマンションだってありえますし、板状の大規模マンションもあると。なんならこれも分かんないですけども、ヒューレットと一緒に開発っていうのもまあありえなくはないんじゃないかなっていうところで、なかなか南向きを買う方にとってはですね、なかなか買いにくさはありますよね。どうなるかわからないっていうところ で別に現状は抜けてるわけではないんですけども、まあ何になるかわからない、しかもニュースに出たばかりってところで、今回は基本的には東向きからの販売という形になります。東方向はですね、あの一定層とかでは全然ないんですけども、まあ、背の低い建物がメインになってきますので、まあ、だいぶ抜けてきますね。300メートル、400メートル弱ぐらいですかね。行かないと高い建物はないっていうところで、眺望最高ともにですね、前立て越えてくれば得られるんですけども、まあ、サレー恩賜公園は望めませんよっていうところです。まあ望めたら価格は全然違うというところですけども。まあ、悩ましいところですよね。南向きをこの状況で買うっていうのは確かに勇気はいることですね。まあ兼用施設にはならないとは思いますけどもね。ただ帳簿とかももちろん変わってきますし、人生で一番高い買い物なので不安定要素があれば買いにくいっていうのはもうこれは致し方ないかなので、まあ東向きからですっていうところです。でさっき述べたように7500ぐらいの予算感欲しいなっていう中で、そうですね、まあ東側でなければ個人的にはオークスの森、三菱地所レジデンスのオークスの森大山物件ですね、あちらがですねおすすめしやすいですかね。ただまあ言わずもがなですけど、西と東では検討者層が異なりますので、東の方は当然東が良くて探してますので、まあ、通勤便等々でですね、まあ、ただまあもっと広域で見たら他に見るべきマンションはって言われたら、私はオークスですかね。だいたいオークスと似たような価格です。今回のサルエ買える方は大山も買えるっていうところですね。なのでまあもっと広域で見れるなら私はそっち見てもいいかなと。あっちのオークスもスペシャルな物件ですので、まああれいいですよ。あとは埼玉出れますだったらプライドタワー川口クロスですね、あれもいいですね。まあでもただまあ今回やっぱり、まあ、これは建設周辺レポートでお伝えするところではあるんですけども、まあやっぱ住吉今回使えるというのはでかいですね。しかも住吉でもあのホーム改札まで近い方の出口で10分表記なので、 MGR とかは改札まで遠い方の出口で測ってもっと駅距離がありますので、まあ、住吉10分、純粋な10分というところで考えるとですね、まあ安くはないんですけどもね、でもまあ相場としてみれば割高ではないですね。まあもうしょうがないですね、他も高いのでっていうところです。まあ、難しいところではありますけども、なので買いやすいマンションですかって問われると、私はちょっとだから不安要素もあったりとか、あの別に相場から見た時に割高ではないんだけども、でも7500は重たいよねっていうところで、
で、駅からちょっと距離があるっていうところに関してはもう周辺環境がカバーしてくれますので、そこはもう私は気にする必要ないんじゃないかなと思います。駅地下にこだわらないのであれば、駅から離れて環境取れないんだったらそれは話が別ですけども、今回は駅から離れて環境取れますし、しかも西大島、一番近いのは西大島ですね。西大島、そして亀戸、錦糸町、そして、まあ、メイン使いは住吉が多いんじゃないかなと思います。住吉とこの4つに挟まれてますので、まあ、例えばですけど、まあ、私錦糸町の丸井の下のジャパンメイド好きで、あそこでよく買い物して高速乗って帰ること多いんですけども、まあ、そういったような錦糸町あたりの商業施設も容易に使えますので、まあ、逆を言うと帰り道の物件近くにスーパーマーケットがないですので、そこはウィークポイントになってきますけども、まあそこは休日に錦糸町でとか、あとは亀戸クロスのところもですね、商業施設ができますので、で今回はやっぱ本当住吉を使うことでメリットある方は買った方がいい物件っていうところですね。そうでなくてもう少し予算伸びるんだったら、私は正直ツアードとは亀戸クロスの方がいいと思いますね。もっともっと特別なマンションですし、まあ、メイン使いは JR 総武観光線ってとこになりますけども、まあ駅前ですので、で商業施設とつながっていますし、まあ、なんなら学校も増設っていうところで、学校も実質敷地内にありますので、亀戸クロス行っちゃった方がいいと思いますね。その方が幸せになれるんじゃないかなっていうのは想像つきます。もちろん人それぞれですが、客観的な意見としては届くならカメックスです。あとはもっと広域でってところであれば、プラドタワー川口クロス、ザ・パークハウス、板橋小山、奥須の森あたりを見ていただけるといいんじゃないかなというふうに感じました。いや、いいマンションなんですけどもね、やや買いにくさはあるんですよね。まあリクシルもとんでもない時に出してきたなっていう、売り主が一番思ってると思うんですけども、まあ本当に個人的な感覚でしかないですけども、駅距離は気にしなくていいと思います。そんな遠くないですし、道のりいいですし、歩いただけの価値がある環境ですので、なんで物件概要だけ見ちゃうと、なんかもっと駅に近い方がいいかなって感じる方が多いんじゃないかなと思いますけど、歩いてみると、ああ、なんかいい道だなっていう風に感じると、これは大きいポイントですね。ということで今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。いつも貴重なお時間本当にありがとうございます。ちょっと記事化が先になってしまいますので、まあ、一部の予定価格だったりとか管理費等々は、この動画の概要欄に貼り付けておきますので参考にしていただければと思います。まあ、ざっくりですけども7000万円は予算は欲しいかなっていうところです。できれば7500万円ですね。最後に 1DK とプレミアムのお話をちょっとさせていただければと思うんですけど、 1DK に関しては南向きにあります。下から上まであってですね、数列ありますので結構選択肢は豊富になってくるんですが、第一期では出さないようです。で価格も未定なんですけども、まあ、売れる価格で出してくるでしょうから、3500から上の方行っても4000、まあ、いくかいかないかかなと思うんですけども、まあ、かなりスパンがもうないので、もう間取りとしてはうーんっていう感じなんですけども、それゆえ水回りしっかり分けられてて、家具配置もしやすくて、食洗機はないんですけども、ディスポーザー床暖房もありますので、若年層のシングル層の方結構狙い目感ありますね。大きいマンションの中の狭い部屋なので管理費も抑えられますの でプレミアムに関してなんですけども、まあ奥超えてくる形になるんですが、プレミアムになるとキッチン天板がフィオレストになったり、食器棚がついたり、キッチンがタッチレス水洗になったり、廊下の床がタイルになったりっていうところで、まあ、グレードアップするんですけども、平置き駐車場がですね、確保できます。だからこれごめんなさい、本当、いや、それ恩師公園ネジス非常にいいマンションですよ。いいマンションなんですけども、カメックスいいですよ。やっぱりプラドタワー亀戸クロス買いですよ。だから、現状ではまだカメックスありますので、別にサレワン氏がどうって世界ではなくて、カメックス
室いいですよっていう話です。あれは本当に買いですよ。なんで別に上からとかそういうんじゃなくて、もう本当にもういろんなマンションこう見させていただいてますけども、カメックスはあの辺で検討している方で届くんであれば本当に買っちゃった方がいい物件です。ということで今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。いつも本当にありがとうございます。いいマンションなんですけども、ちょっと買いにくいかなっていうところもあります。でも住吉駅利用することに価値を感じられる方にとっては非常にいい出物です。阪線が使えるってのは便利ですからね。新宿線ももちろんいいですけども、それに加えて阪線です。でもやっぱりカメックス強いなぁと、まだまだ買いだなっていう風に感じさせられたなっていうところも正直あります。それでは失礼をいたします。ありがとうございました。